登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここから登るさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、鶴巻登るです。よろしくお願いします。こんにちは。北郎さん、お疲れ様でした。はい、はい、はい、うん、曲、うん、サイドスライド、はい、カズ&ケイソン、うんうん、一回この番組にも来てもらってますよね。カズ、マハロー系アクア、おう、なんかハワイのカウアイ島収録、うん、あ、そうなんですね、いう話です、うん、ちょっと前のアルバムですね、うん、この二人これって乗ってんすか、これ。そう、そうですね、これからメキメキっと盛り上がる、波が、うん、でかくなってくる、うん、これなんオールみたいなの持ってますよね。そうですね、これパドルボード、サップですね。あ、サップなんですか。サップです、サップです。サップサーフィン。そうです、サップサーフィンをやってる、ですね、ジャケットですね。はい、びっくり、はい、びっくり。そして、はい、うん、強風、うん、本日は強風です。強風だね。湘南海岸、うん、サイズ腰原、うん、南南西、オンショアブンブン、ブンブン、まあ、8メーター9メーターもっと吹いてるのかなって感じですね。水温が 16.2 度、うん、だいぶ暖かくなってきて、うん、マスが、うん、まあ、フルスーツ着てますね、うん、はい、セミドライでもいいですよという感じなんですよ、うん、でもやれる環境なんですか。うん、やんないですね。やんないですか。はい、コンディションはあんまり良くないです。僕はやんないです。やってる人4人か5人ぐらいいます。いるんですか。残念ながらの人はやってますけどね。あ、そうですか。お休みないね、人とか、あ、もう今日しかないとかね。そうそう、そういう人はやる人はやるんですけどね。あ、なるほど。どんな状況だろうとね、はい、でもちょっと厳しい状況ですね。その厳しい割には実りのない、うん、身にならない感じで、はい、まあでもね、その練習中の人は、うん、まあ、どんなコンディションでも練習っていう感じで、うんうん、なるほど。今日みたいな日はもう海が真っ白に見えますよね。そうですね、波がこうバシャ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 してるか、ね、はい、南風ですからね、綺麗、バシャバシャですね、うん、バシャバシャ。これが、うん、まあ、夜中越えて明朝まで南風が吹くんですけど、うんうん、予報では朝、はい、5時ぐらいには北風に変わるんですよ、うん、そうすると、オフショアって言って、うん、陸風にまた変わるんで、うん、面が海面がきれいに整ってきて、うん、波の乗りやすい、うん、乗りやすい状況が作られてくると、朝方という感じなんですね。朝方に変わります、うん、で、あんまりその北風が強くなりすぎると、うん、今度波も抑えられて、うん、その波が入ってこなくなっちゃう、うん、まあ、波がなくなっちゃう、微妙だね。そこなんで、まあ、明日5時から10時半ぐらいまでの間に行くと調子いいかもしれないですね、はい、行く気ですか。いや、私はちょっと明日はね野暮用 で、 あ、そうですか。行きませんが、あ、そうですか、はい、行く方にはいい、そのぐらいがいいと。そうですね、でも、うん、日の出が6時ぐらいなんで、うん、まあ、6時から10時半ぐらいを、うんうん、狙って行かれると、うん、まあ、湘南の話ですけど、うん、湘南海岸は、うん、まあ、そんな感じの時間帯が調子いいんではないでしょうかと、うん、これいい情報ですね、まあ、ぜひ、はい、行ける方はですね、行く人にという感じですね、行く人はね、うん、早朝狙い、はい、はい、はい、で、まあ、週末の金土日も、うん、波は引き続きありそうなんですけども、風がやっぱ合うかどうかっていう、うん、そこが一番大事なんで、うん、まあ、予報、天気予報とか、うん、風が大事なんだね、基本的にね、ウェブを見て、うん、北回りに風がこう変わってくるところで入水するのが、入水、入水はあんまいい言葉じゃないですパドルアウトって言いますか、ね、パドルアウト、はい、それがいいんじゃないかな、はい、入水ってなんか自殺みたいな、入水自殺になっちゃう、ね、ダメですね、そういうのね、うん、パドルアウトしましょう、はい、はい、そんな感じですね。なるほど、週末、うん、週末、うん、ぜひぜひ。そして、はい、また山ですか、話が終わったんで山の話なんですけど、まだまだそのやってるスキー場もあるんですよ、うん、250で、まあ、よく取り上げてる湯沢、うん、神楽スキー場は積雪250センチ、あ、変わんないですね、ちょっと降ってまた溶けてっていうのもあるんで、まあ、一部を除く滑走化、うんうん、だ、まあ、土芝が出ちゃってるところもあるんですけど、うんうんうん、板を脱がないでとりあえず滑れます、うん、滑ってこれ今でも結構行ってる人多 いるんですか。週末はいますよね、いますね、それなりに、うん、はい、で、まあ、明日
は最高気温プラス14度で、うん、まあ、最低がマイナス1度で、あ、あのやっぱりびしゃびしゃになっちゃったりもするんですけど、うんうん、環境良くないのかな。週末は、14、15、土日は雪マーク、雨マーク、うん、まあ、あの雪が降ればいいですね、まあ、いやでももう終わりかな、もう厳しい状況なんですね。あ、なるほどね。神楽スキー場はやっぱり標高そんなにないんで、多分びしゃびしゃから、まあ、ストップスノーかなと。うん、なるほどね。雪つかみ、板つかみ、板つかみそうですっていう、はい、やだね、そうですね、怖いね、うん、八方根300センチ積雪、うん、昨日おとといは、思わぬパウダー雪積もって新雪バッチリ滑れて、それラッキーでしたね、最高だったっていう情報が来てます。あ、そう、うん、でも、まあ、そういうこともあるんだね、はい、やっぱ標高高いんですよ、高いからそういうこともあり得る、うん、あの 2000m ぐらいまで登ってみんな遊んでるんで、ゲレンデトップで多分1800ぐらいだから、じゃあだいぶ違う、そっから200-300ぐらい、うん、あの、まあ、それは歩いて登ってる、うん、歩いて登るんですか。だから、まあ、どっちかっていうとエキスパート、エキスパートはそこまで登って新雪を楽しんだりもしてます、うん、なるほど、まあ、そこまで苦労しなければ得られないことなんだね。そうですね、まあ、ね、そう、ジャンキーの方ですからね、ですね、はい、でもまあそういう状況もあるんで、うん、でまた、うん、土日は雪マークもついていますが、うん、もう難しいんじゃないかなと、うん、もうぼちぼち終わりです、温度が上がってるんで、コンディションは多分下がっちゃうでしょうと、まあ、昨日おとといがラストパウダーかなという感じですね、うん、はい、いよいよです ね、もうちょっといいですか、はい、どうぞ、はい、もう一個、うん、4月の29日、うん、白馬、津軽池高原スキー場では、うん、最近流行っている、うん、バンクドスラローム BGK、うん、この間あの私も参加したんですけど、うん、天神平で、うん、スラロームレースなんですけど、うん、バンクをずっとこう途中に作って、うん、作ってスケートライクなその競技、そこでジャンプしたりもするわけ、ジャンプはこれは入れてない、入れてない、ジャンプが入ってるの場合もあります、ね、まあまあね、でも今その流行ってるのはそのバンクを攻めるバンクドスラローム、はあ、だリュージュって分かります、あのリュージュ分かります、リュージュってあの、あのすごい滑り降りですよ、あれの大きいやつみたいなイメージで、それを要するに横にポールが立ってて下からポールを巻いて落ちてどんどん滑っていくと、まあ、それをスキル、うん、いやスノーボード、スノーボードでそのタイムレースをバンクドスラロームっていう流れですね。あ、そう、津軽池高原スキー場 4.29、日曜日、定員200名ですね、ほうほう、はい、出ましょう、出よう、出ますね、出るんですか。いや、これ出ないです、残念ながらちょっと別件用事あり。あ、そうですか、はい、はい、あとはね、本の、うん、本マガジンの紹介、ブレイズって、うん、サップの専門誌、うんうん、パドルボード専門誌がありまして、うん、これが、今発売中、最新ギア続々っていうカタログ誌みたいなもんですね、うん、それも前から出てるんですか。前から出てます。で今時期はその各メーカーの新作を発表してるんで、今時期にそれを買って読むと、今年は何、これが調子いいのみたいな、はい、話は続いてますが、はい、ここで切ります。はい、来週18日はノーゲストです。皆様のメールをお待ちしております、はい、それでは皆さんさようなら、うバイバイ、またね、チャオチャオ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。